プロゴルファーの重いキャディーバッグを、はい、井上さん私本当に思う、女性じゃないですか女性であの重いキャディーバッグを担いで18ホール、うん、歩くだけでも相当体力が必要だと思うんですけど、うん、それ4日間とか、うん、6日間だね。あの4日間ってさ、試合やるの4日間じゃない、うん、でも試合の前に指定練習日っていうのがあって、うん、要はコース、試合のセッティングになってるところを自分たちで練習ラウンド、みんなも競技出るときに、じゃあいついつ練習ラウンド行こうよって行くじゃん、はい、それが1週間の中にも入ってるのね。だから火曜日の日に練習ラウンドで一緒に行きます。水曜日プロアマがあって一緒に行きます。で木金土日だから1週間の中で何日キャディバック担ぐんですかって言われると6日間で、月曜日はだいたい次の試合会場の移動日。やばいね、バッグ。しかも男子プロのバッグって半端ないから、うん、ツアーバッグで、あの本数で、うん、でなんかその特別なトレーニングはされてますかっていう質問なんですけど、なんかもう多分すでにキャディバッグを担いで歩いてることがトレーニング、もうそれで慣れてって、あのもう担ぐの平気みたいな、うん、今もう平気ですか？全然体平気じゃないよ、平気じゃない、平気じゃない、平気じゃないけど、の自分のご褒美とかは、まあ、予選通ったらちょっと近くのマッサージ行こうかなとか、まあ、メンテがメンテナンスだから、どっちかっていうとストレッチを部屋でしたりとか、こう次の日になるべく疲労を残さないようなことを日々やっていかないと、それが蓄積された時に怪我をしたりとか腰を痛めたりとかすると思うので、あとはまあこういうオフとかは選手と一緒にトレーニングするキャディーさんももちろんいると思うし、私も何度か参加させていただいたりしたこともあるんだけど、あとはもう自分で、私は自分でジムに行ったりしてるので、自分の体を元気で維持して、ゴルフがやっぱり大好きだから、ゴルフをするための体力っていうのも含めてジムに行ったりしてますけど、でもやらない人はなんか全然どうやらやらないみたいで、超大変だろうな。いかがですか、どこかで。ちょっと大丈夫、あの一回やったことあるんですよ、うん、フルじゃないですよ、うん、フルバックじゃなくて練習場のキャディバッグみたいなやつで、本数も減らしてもらって、うん、それこそこの成田、太陽成田で千葉オープンっていうので、うん、千葉県オープンね、はい、でプロのキャディやったんですよ、18ホール。すごい、もう本当に無理でした。もう本当にもう無理、もうなんかありがとうございましたって感じ。途中こうやって抱えてましたから、そう、痛すぎて肩が、肩がね、そう、もう食い込んできちゃうんだろうね。そう、でなんかなんだろう、なんかもうこうやって持って歩いて、で置くところとかも大変で、そう、邪魔にならないところにね置かないといけないからね、うん、なんかもうボール深めちゃいけないとかやること多いしみたいな。もう私はほんと1日だけで悲鳴を上げて終わったっていう。でも1日チャレンジしたことが素晴らしい、はい、じゃあちょっと次の項目に行きたいと思います、はいはい、はい、じゃあ続きまして、はい、今井上さんが持ってる目土についてちょっとあの本当に成果が分かんない、まあ、ゴルフ場のためにやった方がいいのは分かってるけど、うん、本当の正しい目土、はい、タイミング含め、はい、やること含め、これはダメな目土だよとか、そうだね、いろいろお願いします、はい、お願いします。ちょっとこう今目土ゾーンっていうか、ね、結構いっぱいあるんで、あるんですけど、ここを使っていきたいと思います。はい、はい、なんか目土ってね、ゴルフ場によってはこの砂の中に細かい、要は芝生の種みたいなのを入れてるゴルフ場もあるの。だから目土は本来はした方がいいです。した方がいい、はい、じゃあやっぱ基本的に持って歩く、持って歩いた方がいいです。だからもうセカンド行く時にアイアンで打つんだったら、まあアイアンじゃなくてもね、スプーンとかでもこうダフっちゃう人とかいると思うので、基本あのキャディさんから、キャディさんいる時はまあキャディさんも目土してくれますけど、うん、セルフプレーだったりしたらもう持って、クラブを持って。例えば目土袋ってカートに1個しかないじゃないですか、うん、セルフプレーの時は結構ついてたりするかな、2つついてたりとか、2つとかついてたら4人で回ってたら、まあ、私あってでもいいし、今は結構毎目土持ってる人もいる。そう、ゴルフショップに行くと売ってたりする。こういうタイプもあるし、なんかボトル、うん、みたいになっ てシュッてやったりするのも、海外は結構こうボトルでシュッてなってるやつなんだけど、ただ目土の仕方ね、仕方、うん、まあ今目土何個かあるんですけど、はい、これどれが正しい目土なんですか。これあえて
てどれかなっていうと、うん、一番良さげで近いのはこれかな。これがいいんですか。これがいいですね。これの方がいいですね。この4つの中で比べるとね。一番ダメなのこれかな。こういうのよく見ますけどね、うん、こんもり。これなんでダメなんですか。これ山になっちゃうとボール借りてもいいですか、はい、例えばコロコロコロって転がってきてここにあったらどう。いやもう打てる気がしないです。すごい嫌でしょ。すごい嫌でしょ。じゃあもうこれバッカじゃないですか。そうでしょ。これせっかくフェアウェイに打ったのに、はい、これバンカーじゃんになるじゃない、うんうん、まあこれはまだいけるかもしれないけど、うんうんうん、本来はこう土ってなるべく平らに、なるべく平らにこう砂というか芝になじませてあげる方がいいですね。じゃあ盛りすぎちゃダメだね。盛りすぎちゃダメだね。だからこれも今ちょっとこっち側が持ってあったでしょ、うんうん、じゃなくてなるべく平らな、このディボット、1個あったな。例えばこれちょうどいい感じです ね, これいいですね。よくセカンドでなりそうな、はい、これをもうちょっと砂を取ってあげて、こうなるべくこうこのディボットの幅に入れてあげて、あ、足で踏んであげて、踏んであげて、ほらそうするとほら、あ、すごい入った、ね、入ったでしょ。入った。そうするとちょっとここにあってもまだ全然、ね、これはもうしょうがないじゃない、ディボットの跡って、はい、こういうのもこうしてで入れてあげて、なるべく平らにこう踏んであげる。なるべく平らに。でこれがこの幅、こういう幅以上にはみ出してこうやって、そう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 。そんな大きくなくてもいいよ。これやりすぎ。やりすぎ。これやりすぎ。これやりすぎだからもうなるべくちょっと平らにしてこう踏んであげて。余計なところはやんなくていいよ。そう。もう自分が穴開けちゃったところをこうピンポイントでこうやって。これすることでやっぱり修復も早いんですか、ね、早いですね。あ、うん、早いです。次の生えてくるのもそう。じゃあやっぱなるべくしてあげた方がいいですね。余裕があるときはもうどんどん。じゃあ心ちゃん最後に一つあの大きな目つちを、はい、やってみます、はい、すみません、はい、してあげてください。正しい目つち。お、結構これいい感じに。いい感じでしょ。男性ですかね。男性っぽいですね。なんかこのこんなには取れない女性あ、うまい。余計なところはしない。オッケー。もうそれでポンポンって踏んじゃって大丈夫。大丈夫か。はい。綺麗です。お、綺麗です。いい感じ。非常に綺麗です。お、なるべくこう平らにね。そうですね。これだったらまあ、はい、ボール乗ってても、こうボールもこうちょっと乗ってても、あ、もうしょうがないって、しょうがないですね。うん。これはもうしょうがないです。これがやっぱり山盛りになっちゃってると。いや、ね、いやでしょ。なるほど。わかりました。はい。ちょっとやってみます。はい。やってみてください。次の視聴者からの質問もまた入るんですけれども、はいはい、風を読むときにプレイヤーの番手とスピン量を把握した上で読んでるんですか。ちょっともうなんか風だけ読んで選手に伝えて終わり。番手を選ぶのはその選手と、まあ、キャディーさんと、まあ、この風の強さとこうでこうでこれでいいかなっていう相談はあると思うけど、そのスピン量がどうこうってそこまで細かくは多分無風の状態でスピン量がこれぐらいとかそういうのは分かるけど、スピン量とかはあんまり考えてないかな。考えてない。ただその風の向きに対してこうやって風にぶつかっていくからあのピンだったらこの番手がいいんじゃないかとか、ただの直線距離ではなくそういう風の読みはするかな。うーん、その時に、うん、まあ選手とこうやって話しちゃう、うんうん、自分の意見と選手の意見が、うん、合わないと、うん、なんか1番手上げたい選手は言ってるけど私は2番手だと思うみたいな、うんうん、時とかってどうするんですか。キャディーさんって多分そのアドバイスの仕方が人それぞれだと思うんだけど、うんはい、私はね私は基本選手がこれで行くっていうのに対しての背中をどっちかっていうと押すなのね。でもまあそれがどうしても自分の中でいやどうしてももう一個大きいのにしてほしいなって思う時は、うん、ちょっと伝える。なんかそこは押すんじゃなくてな、うん、もうこれで行こうよとかではなく、うんうんうん、その本人がそれで行こうって思っ、まあ迷ってはいるけどどうって聞かれた時はいやこの風の強さだしこういう風に来るとこうだから、うん、
もう一個大きいのはどうっていうアドバイスはするかな。でもそれで最終的に選ぶのは選手だから、まあ言って後悔することもすごいあるんだけど、でもこううまくいかなかった時ね、うまくいかなかった時言わないで、あやっぱり大きいのにしましょうって、なんで私はあの時言えなかったんだろうって思うことももうこの経験の中でたくさんあるんですけど、でも言わない後悔よりは言って相手に伝えて、でそれで選手がそこで選んで、でその結果がもうもしダメだともうすいませんしかもないので、うん、だから選手がもう何も迷わず結構一本だけポンって抜いて決めてる時はあんまり言わないかな、うん、あとはもう強さ、その振る強さだったり、もうそれはやっぱり選手って私たちキャディーがやってる以上にすごい、まあ自分たちが想像してる以上にその感覚って研ぎ澄まされてるので、うんうん、やっぱり毎日毎日試合でやってるし、その感覚っていうのはやっぱり中に入ったことがないから分からない部分の感覚でもあるので、うんうん、そこはだからお互いでどれぐらいの強さでいくとか、これ同じ7番アイアンでもこれもうフルショットでいいよねとか、こう右からこうやって回していこうかとか、もうそういう相談はするけれども、基本その番手はね、こうどう思うって聞かれたら私はこう思うんだけどどうみたいな、まあ、いろいろなパターンがある、そうパターンがあって、いやもうこれ絶対こうよっていう人もいるし、それも私も選手によってだったりする。選手がやっぱりどっちかっていうと、こういやもうこれ今のこれでいきましょうよって言った方が、うん分かったっていく選手もいるし、それを嫌がる選手もいるので、だからそれはね選手それぞれだし、キャディーさんもそれぞれだし、そこに私は選手が求めてることになるべく合わせていけるようにはしたいと思ってる。はい、単純に風を読むには何してるんですか。私たちは試合の時は朝、いや携帯とかでウェザーニュースとか、こう天気予報をやってるでしょ、今日は北北東の風ですとか、はい、今日は南風ですみたいな。あとはまあ今アプリとかでもこう1時間おきにその風が見れるアプリがあったりとかするので、ただじゃあ試合の時にこう例えばこれあるかな、こういうふうにコースのメモ、コース全体図があるでしょ、はい、でこれがまあ、ちょっと北がどっちなのかっていうのを教えていただいて、そうすると東西南北の向きが分かるじゃないですか、うんうんうん、例えばじゃあこっちが北ね、北だと南、東、西になるでしょ、うん、そしたら朝天気予報を見て今日北西の風ってなったら、もう北西の風の方に 線を入れておくんです。例えばこういう風にこっちから右から今日はこっちに吹いてる風って思ったら、3番、この3番ホールはどっちかって言ったらちょっと右からのフォローめになるよね。だし今度9番になったら、9番ティーグラウンドからグリーンに向かってこうだったらもう真フォローになるじゃないですか、ここが。だそういうのが一つのこう目安、うん、1日の全体の、あとはまあ時間によってお昼ぐらいからちょっと風が変わるって言ったら、まあ、それだけちょっと頭に入れといたりとか、あとはホールによって林に囲まれてて風がこうぶつかってこう帰ってきたりとか、あれピン揺れてないんだとか結構ある。そう、はいはい、そういう時は結構ね上空の風とかを見るんですよ。あ、じゃあ自分の感じてるものよりも上とか、うん、溜まって自分が構えてるところより上に飛んでったりするでしょ、はいはい、上空がこう木がちょっとこう揺れてる方向とかを見て、あっちから吹いてるからちょっとこっちからに感じるけど、やっぱり球打ってったら高いとこ出てくからこっちからの風なのかなって言って打ってったりとか、あとはもうしょっちゅう来てるところだったら、例えばゴルフ場のキャディーさんがここはこっちからの風だけど必ず左から吹きますよっていう、そういうところってゴルフ場によってあるじゃないですか、うんうん、だからもうそういう時はもうそのキャディーさんのお話を聞いて、もう自分がそのホールに来た時に、あ、毎回来るとキャディーさんこっちからの風って言うよなっていうので打ってったりとか、うん、はい、で読んでくださいね皆さん、はい、ということで、あの風すごく敏感な人はこういう、ねね、コースの全体図にあの風の向きを1本線を入れてあげると分かります、うん、これはでもいいか、全体図に書くっていうの、はい、はい、以上です。以上です。